え、なんかどんどん減ってってんだけど、イノシシの体力。え、イノシシどんどん HP 減ってくんだけど、なんで？あー、プリエリしてた、俺。あー、どうも。え、イノシシ見て。HP 減ってくんだけど、何もしないのに。え？もしかして、高山病？高山あれ、クロンベリーかもしれないよ。いや、クロンベリーで回復するけどさ、ほら、スタミナゲージ満タンなのにさ。でもこいつ高いから嫌なの。高山病じゃん。え、高山病なんだけど。回復しないよ。これで食いつなぐしかないんだけど。え、結構早い。え、結構早いね。3。え？え、なんで？もう無理じゃんじゃあ。お前、死ぬぞ、早く食わないと。お前死ぬぞ、もう。これで回復しないんだよね。え、そうなの？おう。おしだ。はい、どうも。ということで、今回は、なんと、本当に脱退します。この手のサムネとタイトルならね、大体サムネ詐欺なんですけれども、今回はガチでございます。この動画ガチの脱退報告です。6月末に脱退ですね。正式にはまだ脱退してないです。はい、ということで脱退する理由としましては、ゲーム依存脱退していろいろなことにチャレンジしたい。以上でございます。以上ですね。そして抜けたらどうなるのか、これも一番気になることかもしれない。まあ、抜けても活動内容は特に変わらないので、ご心配なくって感じですね。活動量がこれまで以下にはならないですね。それ以上になることはあっても。なんで動画も毎日引き続き上がるんで、お楽しみに。もっと企画も頑張ります。全然違う動画も撮ってみたいですね。ハルルカさんが、なんと、フォートナイトをやめるということで、そうなんですよね。これもガチでございます。ガチなんですよ。これなんかもう釣りと思いきやガチが2連続きます。僕のゲームイズ脱退に続き2連でサムネ詐欺じゃないの事件やろ。それ負ける詐欺やろ。負ける詐欺。負けへんやろ。それ大体詐欺やねん。世の中のもの。大体世の中のことはね。特に YouTube のあの釣りっぽいサムネは全て詐欺。フォートナイト界隈のレフトフォートナイトも詐欺。な。あと2021オールも半分詐欺詐欺やったけど、これだけが真実なんよな。まさかのゲームイズ脱退とはるかさんがフォートナイト一旦やめるのはガチなんですよ。今年は多分やらないです。一応もうエイペックスとバロラントとアモンガースと大体のゲームは全部ゴミ箱に入れました。でゴミ箱からも削除しました。おお、デスクトップのショートカットだけ削除したと。詐欺でした。思うやん全部消した。おお、ちゃんと消しましたね。ゴミ箱からも消したっす。うわ、詐欺かよと思いきや詐欺じゃないんですよ。けじめですね。けじめとして消したと。あ、いや、はい、ある回収空中で。おおおお、直乗りや、やっちまえ。125強い。普通にこれやるよけどさ、この時間調整神がかり的じゃない？この閉まるタイミングでエントリーだもんな、なんか絶妙に。これさに解説されるレベル普通。結構レベル高いからみんな真面目に打って。あ、そうね、もうサージとか気にして、むしろ FNCS バレない説ある。常にもうサージ、リフレッシュ、アンチード。キレポ。サージは来ないっす。完璧すぎる。ユーザーの下に見てるから多分ないよ。当てろ。スペード使ってる。おい！やばすぎ！やば！え、ギルボも入った！やばすぎ！やばすぎ！グラサンすか？え？おじゃーす。え、待って、グラサン？え、本物すか？おじゃーす。アリーナポイントいくらすか？え、マジで本物かも！今、5500です。お、いいっすね。俺も5500。チャンピオン間に合うぞ、ワンチャン。そうですよ。FNCS 出れません。FNCS 出るぞ。興奮が止まんないんだけど、本当に。そんなか熱いな。頑張るぞい。ゲームイズ最近抜けちゃってて、なんでだろうってずっと思ってて。ああ。なんでですか？なんでだと思う。あ、なんでだと思う。いや、なんかあんま競技やってないからとか、ゲームイズでプロで入ってるから、やっぱなんか宇之助さんの脱退もなんか1年以内に FNCS 決勝出なかったらなんか抜けるみたいなって聞いてて、それからって思ったんですけど。じゃあここだけの話、真実を伝えてやるよ。なあ、配信外だからな。ああ。真実をな、伝えてやるよ。うん、真実はアルベド兄さんのパワハラです。そうそうそう、アルベドのパワハラなんだよな。アルベドが嫌でやめた。そう、アルベドが嫌でやめたんだよ。あいつ裏やばいから。マジっすか。俺アルベドに引きずり回されたもんだって。1ヶ月前とか。アルベドのパワハラが嫌になっちゃってさ、もうやめたんだよね。はい、どうもー、ということで、レニーさん、ゲームに使うにおめでとうございます。ありがとうございます。ということでね、レーニーさん、ゲームイズ入りたてのところ申し訳ないですが、ゲームイズ脱退してもらいます。え、早くないっすか？僕とキル数対決で、この試合。僕がキル勝ったら、レーニーさんに、レーニーさんゲームイズ脱退で。オッケー。俺が勝ったら、アルベドも脱退、アルベドも脱退。終わったんだけど。じゃあ俺キルしないわ、1キルも。レイニー頑張って。やばいやばい。で、レイニーさんが勝ったら、俺が無所属を脱退する。あ、チーム入るんですね、じゃあ。何かしら急いで見つけて入るわ、じゃあ。どっちもリスクでかくないか。もうどこでもいいから急いで入るわ。いや、負けれねえんだよな。いや、全然ゲームイズとかでもいいな。なんか、入り早かったですね、この試合。あ、終わり？終わりました。終わり？終わりなのこれ。15対7です。ボコボコじゃねえかよ。脱退ということで。バッドエンドすぎるでしょ。すいません。脱退ということで。許してください。脱退です。キルムーブしようや。キルムーブ？いや、結構レベル高い気するけどな。あ、待って、なんか上から降ってこんかった今。なんか降ってきた？ちょ、気をつけて、気をつけて、ケアして、ケアして。周り見て、周り見て、同じ方じゃない。周り見て、周り見て。あ、ちょっとミュートするね、ちょっとあ、はいはいはい。はい、どうも、ということで、今回はハルルカにバレずに天空城をやっていきたいと思います。僕はハルルカと普通にプレイしてるふりして、このマッチに地上に誰もいないっていう企画をやっていきます。来たから、マジ、ケアして、ケアして、ケアして。マジ、来た。気をつけて、マジ気をつけて、マジ。あ、おかげ、止まろ、止まろ、止まろ。止まろ。危ねえ。危ねえ、マジ。はいぐらい、はいぐらい。おおリフレッシュ、お前、ナイスリフレッシュ。どうした？いや、マジ、マジ、リフレッシュうまい、お前。ナイス。リフレッシュどうするお前リフレッシュうまいな。やばいやばいやばい、それ死ぬ死ぬ死ぬそれ。死んだ死んだ。いやー、ということで実はね全員天空にいました。いやでしょうね。どうも。深夜なんでね。はるるかさん横丼警戒の声量なんですけれども、それは置いといてはるるかさんそういえば引退宣言してましたよねっていう。動画です今回は。まあまあまあしてたんか。まあ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 一緒とやろうか。あそうそうあ長すぎか。おお。あこんばんは。あこんばんはどうもどうもどうも。例えば引退宣言してからなんか普通に。あでき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 。おおどう。打ち合わせしないなこれは。長すぎでいくのかこの動画は。ということでねまあはるるかさんに引退発表した後になぜフォートナイトしているか説明していただこうかと思うんですけど。そうやなまあ。まあするよねっていう話ですね。するよねっていう。皆さんフォートナイト楽しい。開き直りはい。やってる人ってのはこう見てるってのは楽しいから見てると思うんですけども。はいはいはい。そういったらやるよね。あ、面白いならやるしかない。まあそれがけじめってもんですよね。やっぱり。そうですね。フォートナイトを愛する者のけじめというか。そうそうそうちゃんとつけれたかなと思ってる感じかな。あなるほどね。あそういう意味ではちゃんとけじめはつけてるな。フォートナイトプレイヤーとしての。ああ多分これ全員納得したと思うわこれで。あ納得したと思います。なんか論理的に話してくれてなんか分かりやすい説明でした。はいどうもー。ということで早速チーム名を発表いたします。リジェクトに加入することが決定いたしました。ありがとうございます。イエーイおめでとうございます。死ぬタイミングうま。うますぎる。死ぬタイミングプロ。なんで？君僕より YouTuber だね。死ぬタイミングうま。うますぎやろ。何の話も聞こえなかったけど。いや感動したよ。君もそこまで成長したか。プロチームなんですけれども、フォートナイトやってる人でも結構知ってる人多いんじゃないかな。まあプロ活動してるチームでめっちゃ強い部門で俺が印象にあるのはあれですね。バロラントとレインボーシックスシージとパブジモバイル。ここがめちゃめちゃ強いです。ここめちゃくちゃ強いと思います。あと今わかんないけど、韓国のメンバーでなんか APEX の世界大会も出てましたね。ガチガチのゲームのプロチームです。そこにね、入ることが決定いたしました。ガラクタ叫び天空やっていきます。あと事前にテントにガラクタ叫びたくさんぶち込んできたんで、大量に投げることができます。いや、大変でしたよ。いや、大変大変。大変でしたよ。人の時間をめちゃくちゃ使って集めました。ありがとうございます。いいよ、またギフトもらいます。ユーザイさんもいっぱい集めてくれたし。もう大変。ユーザイさんは0個です。神連携、神連携、神連携すぎ。マジぴったり。え、使っていいでしょ。使おう、使おう、やっぱ使おう。これ、倒せたよ。いけてる、いけてる。いけてる、いけてる。多分やれる、やれるよ。振らせ、振らせ。ここや、ここ。振らせ、振らせ。ちょっと待って、俺ここでやっていい、ここでやって。ここら辺かな。Oh no。やばい。あ、や、俺も。やばい、やばい。耐えてます、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 耐えてます。うわ、俺1キルもできなかった。くそ。俺もできなかった。めっちゃ投げたのに。右左どっちマシンを作成してきたので、これでまず後でやるゲームの武器を決めます。ああ、了解です。はいはいはい。でも早速やっていきましょう。僕普段クリエイティブとか触んないんで、クオリティがしょぼいですけど、作ってきました。オッケーです。おお。これ右左どっちマシンなんで。了解です。これ以上前でないでください。これ以上前でないでください。システムとかいじってないんで、アナログなんでいろいろ。選んで。じゃあこれはい選んでください全部。じゃあ俺左行くわ。オッケーオッケーオッケー。ああ。まあここ金サウマなんですけどね俺は。よしよし。なるほど。オッケーオッケー上がってきてください。オッケーそれ以上前でないでください。見えちゃうんで見えちゃうんで。どっちにしようかな。うん全然好きな方選んでです。どっちでもいい。左に。そうやな、ずっとやってたからな。うん。最悪、ピストルなんやけど。白ピストルでした?あー。え、カメハメハ?僕、カメハメハですね。やったね。やったね。じゃあ、そこのドアから、次のステージに行ってください。了解です。次のステージに行ってください。了解です。あ、おーおーおー。いった、死んでんか。よし、今日も普通にノーマルでやっていこうか。了解。警部行こうか。警部。あ、警部行く?警部行きます、警部。お、遠いな、これ。警部までちょっと遠いんだよ。ああ、ちょっと暇やからちょっとおトイレ行ってくる。はい、どうも。ということで、今回は一つの街に全員いるドッキリ、はるかさんに仕掛けていきたいと思います。これはね、僕が指定した街に、この街にいる人全員が隠れてもらって、で、スーってそこ通りかかって、はるかが驚くっていう計画ですね。オッケーオッケー。今からじゃあもう家から出てきてもらって全員。はるかさん向かって攻撃しに行ってください。はるかこっち来い、こっち来い。はるかこっち来い、こっち来い、こっち来い、こっち来い。はるかとりあえずこっち来い、こっち来い。とりあえずこっち来い。オッケー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 。オッケー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 。どうしたどうしたはるか。どうしたはるかこっち来い。俺を見ろ。俺の辺を見ろ。俺はなんか来てるぞ。おお。はるかさん、めっちゃ人気じゃないですか。なんか。これ倒したやつ全員報告していこう。ああそうだ、チーミングや。はいどうもー。ということで今回はなんと世界大会出場者のウィケシさんに来ていただきました。あどうもウィケシです。お願いします。とブリブリさんに来ていただきました。おまけできました。エグいです。新加入で世界大会出る人がね入ったんで、まあね普通にやっていきたいと思います。普通にやるだけだから。言い回しがさ、ゲームイズ入ってる人みたいな感じなんだけど、クラさん。ようこそゲームイズに。ようこそ。え、あ、俺抜けてた。ウィッケシーさんのキル数対、僕とブユリさんのキル数でキル数対決しようかな、じゃあ今から。対決ね、やっぱりね、罰ゲームがつきものなので。顔出し?いや、顔出しも確定してるやん、ウィッケシーさんは。そうやん。それずるいかも。うん。そうだなぁ。負けた方。いや、マジで入ったところは申し訳ないけど、そうですね、今までお疲れ様でした。今までありました。ゲームイズ。負けてもらう。ああ。ゲームイズ脱退。そうだね。ちょっと頑張ろうかぶれる。よし。ほんまに申し訳ないですけど、世界大会前に抜けてもらいます。これは嘘だろ。21対22。ウィッケシー強すぎない?はい、どうもー。ということで、今回はハムちゃんに来てもらいました。お願いします。お願いします。ハムちゃん、最近どう?最近、何してんの?まあ、配信はしてないかな。ああ、何のゲームしてんの?普段。バロラント最近やってる。バロラントめっちゃやってる。スプラやってる。で、オーバーウォッチもやってる。オーバーウォッチたまにやってるぐらい。で、フォトナーも意外とやってる。フォトナー、そう、お兄ちゃんとアリーナ。6000ポイントあるらしい。思ったよりやってね。めちゃめちゃいろんなゲームやってるハムちゃん。鬼マルチゲーマーになってるっていう。ハムちゃんのところでゲーム脱退しなかったよね。しなかったね。そうなんだよな。ハムちゃんとやり忘れてたんだよな。ごめん忘れてたわ。ハムちゃんのこと脱退させてなかった、そういえば。オッケー、今のアシスト入ってるよ。ありがたいよ。俺のアシストね、今の。いや、アシストとかないよ。はいやったー、6キルだー。テンション高っ。いや、ハムちゃんの新しい一面が見えましたね。執念で負けたんだけど。オッケー、残りはじゃあバロのデスマで勝負つけよう。お、行こう。うん、絶対負ける。あ終わった。最下位だ。